こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。2022年12月20日火曜日、今日のゴシップ。さあ、今週もリスナーから鮮度抜群のニュースが届いております。はい、今週は芸能、 YouTube、 海外、バズ、ムービー、グルメ、ブック、さあ、さまざまなテーマがございます。いつも通り引いていただきましょう。当てようかな。あ、もう宣言してムービーいきますか、うん、ムービー当てようかな。ムービーを宣言。こう、こちらですね。ムービーを宣言して下から2番目を選びました。芸能、はい、ザコラジオラジオネーム、ザコ待て。ええいや、ザコ、外れたんで、ザコ。はい、ザコ決定っていうことで。いや、僕はザコではないですよ、今の。あなたはザコではない。私はザコではない。いや、言った方がいいよ、ちゃんと。私はザコではない。私はザコではない。ザコじゃん。いきますよ、芸能。不思議ですね。ラジオネーム、クジラ探し。はい。新作歌舞伎、パフィー。上演決定。ああ。パフィー。パフィー。どうすんだろう。いや、どう、え、あの数々の名曲が歌舞伎でもって。入れながら。ね、入れながら、要素入れながらだよね。アメリカ行ってちょっとデビューしていろいろ回ったみたいなストーリーもあんのかな、うん、パフィー自体が。悪いわね。よろしくね。あ、でもなんかありそうだな。あ、できそうだね。確かに。あ、パパパパパフィー。番組やったな、パパパパパフィー。タミヤさんの出方だよね、あとはね。ああ、そうだね。タミヤさんも出てくるな。デニムの袴とかなんかね。ああ、おしゃれ。おしゃれだよね。ああ、おしゃれおしゃれ。めっちゃいい。中村獅童がタミオじゃない。タミオやんのかね。獅童さん、タミオか。難しくない？ちょ、髪伸ばしてちょっとパーマ当てて、うん、メガネ黒ぶちかけて、うんうんうん、でもご本人も遊びがある人だから。そうだね、チラッと出て、あ、そこだけ素のタミオさんみたいなね、うん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 、やりかねないよ、うんうん、いや、できるなこれ。パフィー世代です、ね。モロです。モロですよ、ね。モロです。あのデニムでセンセーショナルに出てきて、T シャツでね、ブーンとかね、うん、いろんな表紙になって、こんなになんかデビューしてすぐスターで、うん、ずっとスターな人ってあんまいなくないですか、ね、パフィーさんみたいに。ね、でも、ほら、お仕事でもさ、うん、一緒にね、なったことあるじゃん。ありましたね。ね。はい、可愛いもんね、今も。ね、可愛らしかった。めちゃくちゃ仲良かったもんな、なんか。うんうんうん。うん。世良社長知ってくれてたな。ああ。そうだそうだそうだ。好きなんです、嬉しいです、うん、って言ってくれて。うんうんうん。あれ、興奮したなぁ。いやいや、違う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 。いや、興奮したなぁってあれよ。チコったってことですか。そういうことじゃなくて。こんな昔から見てた人が知ってくれてんだ、嬉しいなぁの興奮したなぁ。現役っす、まだまだ現役だなぁ。残像残して家帰って。元気すぎるだろ。それ社長だって。さすがに、そんな現役じゃねえな。最低。最低だわ。これは最低です。最低です。本当に。じゃもう一つちょっといきますか。グルメのゴシップいきます、うん、ラジオネーム登場2分前。真っ暗な店内で匂いだけを頼りに商品を購入する闇パン屋の東京1号店が来年オープン。え真っ暗な店内で匂いだけで、うん、パンを選ぶって。みんなカレーパンに集まっちゃう。パンの種類で匂いが難しいですよね。いや、うん、カレー意外となんかほんのり甘い焼きたてのね、うん、シンプルなパンとかの香り、ね、そう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 、うん、香りするけどな。じゃあ
じゃあ、しょうがないからもう一つ行きます。なんか、あんま買わなかった。海外のゴシップ。ラジオネーム、代弁者。中国。腸に効く乳酸菌飲料、大腸5000が大ヒット。じゃあもう一つ行こうかな。年末在庫整理スペシャル。これだったら今芸能。ラジオネーム終電まんじ。谷原章介の公式ファンクラブサイト、谷原家のホームパーティー会場で、毎年恒例のトークディナーショーの詳細が発表され、3年ぶりにハッピーを着たハッピー谷原章介との餅つき大会を行うことを発表。もう一枚だな。じゃあバズね、バズ。あ、バズ。頼む。ラジオネーム、お酒は二十歳になってから。YouTube でバズっているカラオケで絶対90点以上を取る方法がなんか違う感が満載だと話題に。な、俺のムービーを弾いた方が良かったろ。じゃあムービー。あ、助かります。ここで決めよう。ラジオネーム、テントウムシはほぼ肉食。映画でのデート経験のない人がその後の会話がうまくいくように、それぞれの映画ごとに台本として販売されているパンフレット、映画の後の映画のような恋愛のためのストーリーがバカ売れ、デートをしない人にも好評で、この台本のストーリーの映画も見たいと二次創作への期待もされているとのこと。いや、これね、全部空気のせいなの。これ今のその前のやつも全部そうなんだけど、これはね、うん、あの悪い流れを作ってそう。全部ちゃんと面白いし。面白い。うん、クオリティ自体別にそんなに変わってない。変わらない。いくらでも広げられる。これね、良くないとこがね。あの、空気作ろう。そういう空気作ろうっていう。あの、我々ね、あの、プロなんで、目くばせで分かるんですよ。できるんです。こういうマイナスの空気作り。滑ってますみたいな感じの空気作り。ね、うん。皆さん滑ってないんです。これ認めなきゃいけない。結構いいのもあったしね。そう。中には。全然良かった。うん。空気が良くないね、うん。何やってみようダメな状態になってる。そう、うん。してるし、多分。うん。いけるし、やろうと思う。いけるし、これ多分ちょっと面白いし。いけるしね。うん。だから。全部そうです。うん。腕がないわけじゃないから。できるから。できる。うん。空気です。空気。自分から自分たちをマイナスに引きずり落とした。うん。そう。そう。行きましょう。アルコ&ピース、DC ガレージ。Ah, yes!改めまして、こんばんは。アルカンドピースの坂井健太です。平子ゆきです。毎週火曜のこの時間、我々アルカンドピースがお送りしてまいります。はい、お願いします。たまにね、こういうこともやりたくなっちゃう。なっちゃう、ね、病気になんだよ、これ多分。芸人さんなのかな、これは。もしかしたらなんかね、うん、あるよね。こういうのってあるよね。何なんだろう、意味ないんだけどね。本当ですよね。これがだから、今でこそないけどさ、10年ぐらい前だとさ、舞台上で企画 MC 回した時に後輩に向けてる時みたいなのがあったじゃん。はいはいはい。なんか滑らすことがいいんじゃないのかみたいな。良くない。良くないですね。良くないやつ。まともにインファイトできないからってことですもんね。そう、結局ね。誰かを滑らせて、はい、自分が回してる、イニシアチブ取ってる感を出す感。良くないですよ。今もいるだろうな。いる。います。今も絶対いるよ。いますよ。うん。これに関しては俺らも全然滑るし。病気なんですよ。しょうがないです。許してやってください、本当に。我々はそういう病気なんですから。芸人はそういう病気の人ですから。本当そう。抜きです。抜きの部分でね、許して。たまには抜きの部分もあるんで、残像で、ね、残像でしこらしてください。本当にたまに年末は特にね、あるから、こういうの。さあ、今週末クリスマスです。はい、あ、高井さんは初めての父親としてのクリスマス。そうっすね。そうだ、はい、なんかパフォーマンスをするんですか、父親なりの。なんか買ってましたね、やっぱね、アバターが。ああ、はい、なんかサンタコスとか。サンタコスみたいな、なんかお揃いのなんかセーターみたいな買って。え、あのダセーセーターの文化、アメリカにある、なんかわざと、そういうことか。イギリスだっけ、なんかわざとダセーセーター着るみたいな。あ、じゃあそれだわ、多分。あ、それ買ったんだ。うん、なんかサンタのなんか絵がいっぱい描いてあるやつとか。あ、それでもガチのセーターだな。ガチのセーターがたまたまダサかっただけだな。ヤバタのセンスが悪いってことか。
そんな買ってた。あと耳、なんかトナカイのなんかカチってつけれる耳のなんかムーちゃんがつけれるようなやつとか、あ、なんかそんなで写真撮るみたいな、はい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 、うん、ありました。うん、なるほどね。なんか装飾とかはお家は、なんかねツリーを一回探しに行ったんですけど、うんうんうん、そうなかったんですよ、なんかいいのが。あ、そう思った感じのサイズ感とかなかったからって、うん、モミの木を盗んできたの。俺盗んでないですよ、モミの木手頃なモミの木を、人の家に生えてた手頃なモミの木を盗んできたの。盗んでないって俺、モミの木根こそぎ根こそぎ根っこから行くの俺。そこの子は今泣いてるぜ。だからムーちゃんは笑うだろうよ。ムーちゃんは喜ぶだろうよ。でもどこかで誰かが泣いてるのよ。やってないのよ、人んちのもみの木。いや綺麗だと思うよ、飾りをつけるしてね、電飾がキラキラ光ればそれは綺麗なんだろうけど、本物はそれってでも本当の綺麗さかな。いやいや、だから盗んだもみの木、根こそぎもみの木盗むやついねえって。地下近所に生えてないのよ、もみの木が。まずもみの木を返してきなさい。だから盗んでねえから家にないのよ。ガサ入れてくれよ、それだったらうちに。今すぐもみの木を返したまえ。将来大統領になるやつ。子供が。パパ、僕もみの木を盗みました。平子さんのクリスマスはどうなんですか。ツリーってどうしますか。ツリーは、はい、そんな大きくもないや、今の家に置けるぐらいのやつは、はい、いつも飾り付けしますよ。お、うん、割とこの売ってるやつですか、市販の。もちろんもちろん。盗んでるやつではない。うちは盗まないもん、もみの木。うん、じゃ盗んでないもみの木。担いできてないですか、もみの木。今年は上出来ねえなんてない。ママも悪いやつじゃん。ママがセクシーなタイツ履いてるじゃん。ママが車で俺後ろに乗って。そっか、サンタコスみたいなの。サンタコスっていうよりはうちは子供たちの趣味がトナカイ寄りかな。あ、うん、サンタは絶対的な、うん、絶対的に君臨するものとしていて、うんうん、自分はその配下みたいな考え方なのかな、うん、みんながトナカイみたいなことだ。そう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 、すごい。イチル君とかでもさ、もういいべみたいな感じないの。いやでもね、イベントごとの時はやるんだよね。あ、そうなんだ。偉いんだよね。だから普段ちょっと冷めてるみたいな表情を見せるんだけど、うん、イベントごとちゃんとやるんだよね、うん、すげえ拍手するし、イベントでなんか見た時すんげえ拍手する。偉いなって、いい子に育ったなと思う。俺できなかったもんそれ。今いくつだっけ、イチル君。小5。いやいやいや、一番しないでしょ、拍手。一番しないね、小5。めっちゃ楽しかったのに、面白いと思って、楽しいと思ってんのに、楽しくないよって顔して、はぁ、知らねえって顔するじゃん。イチル普段はちょっとツンケンまでいかないけどクールな感じなんだけど、うん、イベントごと人には拍手するね。率先して拍手する。素晴らしいね、うん、その人間性。あれは誰が教えたのか分かんないけどね。いや、いいな、エンタメに対しては前向きだね。マジで見せてくれてありがとうの精神。いいな、やられました。体育とかでゴール決めても俺喜ばなかったじゃん。いや、分かる、分かる、うんうん、俺もそうだ。中田英寿がいけないんだけどね、全部あれに憧れてるから、やっぱそう、大舞台でゴール決めたら、やっぱしれーっと歩いて帰って、みんながわーって寄ってくるみたいな。ああ、なるほどね。みんなあれに憧れて、誰も喜ばなかった時期あったもん、ゴール。俺誰のモデルもねえけど、トライしても黙って帰ってきて、うん、それすごいよ、モデルなしはすごい。勝たねえのにやってんのすげえ。ヒデみたいなやつを罰する必要があるんだよね。盗んできたもみの木にヒデを縛り付けて、ヒデごと電飾を巻いて。いい、さーてイブだ。ヒデの木、ヒデの木。すげえ、ヒデの木は。え、夫婦ではプレゼントとか送り合います？あ、なんかサンタさんから届いてはいますね。
あ、子供たちとも一緒に。うん、何を、平子さんももらったり、サンタさん。僕も、はい、届いたりしましたよ。ママにも届いてたりとか。うん、サンタさんすごいな。そう。届きます？うち届くのかな、じゃあ。届いてほしいな。だ悪い子だから届かないんじゃない？別に俺、モミの木だから盗んでねえから。それはもう。悪い子ではないですよ、全部見なすってるからね。いやいや、だから別に悪いこと言う。ほうほうほう。お前はモミの木を盗んだ。サンタさんだ。そんなこと言うのが。サンタさんからアッキーって呼ばれてるからね。俺やばいな。そりゃ来ねえわ。サンタにアッキーって言われてるやつにプレゼント渡さねえもんな。そりゃそうだわ。今からでも遅くないから、うん、生詰めを8枚。天に向けて。2位どうしようかな。2位だな。どこ残すかな。足か。生詰め捧げるのかな、うん、そこを10枚捧げたもののみが許されるという。厳しいな、サンタさんは本当に。あ、これね、クレヨンしんちゃん、新作映画が 3DCG。あ、すごいですね。初の試みだそうで。スタンドバイミードラえもんがこれだったよね。うん、うん、うん。ありましたね、うん。モテキとかの大根監督がやるらしいですよ。はぁ、すごいな。マジですごいですね、これ。タイトル。うん。新次元、クレヨンしんちゃんザ・ムービー、うん、超能力大決戦、とべとべ手巻き寿司。もうこの世の全部入れてんじゃん。そんな。公開来年の夏ということでございます。うん、新次元のね、新はひらがなです。はい。うん、超能力大決戦ですから、ね。手巻き寿司が飛ぶっていうのだけはわかるね。とべとべだもんね。でも不思議とさ、多分めちゃくちゃ泣けるんでしょうね。いつも話題になるもんね。どう泣かしていくんだろう、これ。本当だよね。このタイトルだけじゃちょっと。とべとべ手巻き寿司は無理よ。無理無理。絶対無理。俺これで渡されて俺無理だもん。ごめんなさい、俺これじゃ無理だわ。他渡ってくださいってなるもん。いや、そうだよね。クレヨンしんちゃんは世代？でも、ちょっともう大人になりかけてたかな。ちょっと思春期の手前ぐらいだったかな。最初の方見てたけど、みたいな感じですね。だから。もう子供向きになってから。はい、子供向き。あ、そうなんだ。はい、俺はギリまだ大人のクレヨンしんちゃんだった。大人向け漫画だったよ、もともと。ああ、はいはいはい。そうそうそう。漫画のね。うん。ちょっとデカめのやつね。うん。あった、そう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 。持ってた。あのコミックの時。すごいな。だミサイにぶん殴られるシーンとかないのかな、今。ほっぺ3倍ぐらいに腫れるシーンとかあったからね。すんげえあるもんな、あれ。こっちーみたいなんで。あれも覚えてんだよ、俺。ミサイが、リビングで、鼻をちょんって触るの。自分の鼻をチョンって触るのは、ヒロシに対して今夜欲しいのサイン。で、仕事で疲れてるんだよってことで、最初の頃はでもそういう、ああ、そのもあったんだ。大人向けのやつだったからね。結構芸人さんもね、ゲスト声優みたいなの。ゲスト声優やりたいわ。結構話題になったりするもんね、これ。しんちゃんの声優はもう上がりだね。めちゃめちゃいいよね。子供も喜ぶだろうし。うん、いや、ほんとそう。だよね。うん。うん。上がりだな、確かにこれ。そうだね。うん。超能力大決戦でしょ？うん。だから、俺らも超能力者じゃない。のキャラクターとして。めっちゃいい。向いてる。二人とも。うん。向いてる。出てきて。やりたい。酒井は、うん。鼻の軟骨が鳴る能力を持ってて。鳴るけど、鳴るけど別になんか秘めてて。超能力ですよ。超能力。人より大きくなる。鼻が。パキンパキン破裂音。敵をどうこうみたいなじゃないじゃん、なんか。もうちょっとなんかさ、倒したりしたいですよ。鼻をパキパキって鳴らして。パキンパキンって。うわ、なんだこいつ。なんて終わりじゃん、それ。見かけた場所だ、やれじゃん。終わるじゃん、そんなの。なんか、火使えたりとか、なんか、時間止めたりみたいなやつがいいよ、それだったら。で、面白い動きで、パキ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 。いや、いそうだなぁ。いそう。いそう。左右にすげえ手動かさない。で、変なガニ股で迫ってくるやつ。うわーって逃げそうだなって言って。で、なんもないってバレて。落ち要因。
でもまあ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 本当にありそう、そういう動き見えるわ、うんうん、平子さんは？俺は謎のクロマントの超能力者、うんうん、クワトロっていう能力を持ってる、何ですかクワトロ、4つの能力を同時に使うことができて、それはいろんな超能力者の能力を俺が吸い取ることができて、うん、でそれを4種類使うことができて、でもその4種類もあの入れ替えができる、えずるくないですかそれ、ウノドスデスクワトロハンターハンターみたいなことだよ、もうほぼじゃないの最初敵みたいな感じで出てくるの、うん、あまあまあまあそうだな、うん、で攻撃されるんだけど、うん、全然そっちのしんちゃん側の超能力者の攻撃を無効にして、うん、ピュアって消えるんだけど、うん、最後の大ボスの時にブワーって出てきて、うん、助けてくれる、いやめちゃくちゃいいじゃんそれ、ずるくない俺だって、その横の酒井は鼻カキ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 、何の意味もないでしょ、何の意味もない、いらないじゃんもうそんなやつ、最後は実はみたいなのないの、うん、なんか、いやでも意外と俺がなんかの拍子酒井の能力を飲み込めさせられて、鼻の能力をで、それを俺がカキって使ったらなんかここに着火剤みたいなの仕込まれてて、カキってブワーって燃えて、ちょっと無理、うわー着火剤がもう無理やるな、鼻に着火剤がつまり酒井が自分の鼻の中に着火剤でどっちも燃えるのよどっちも燃えんの、で燃えてうわーって燃えるけど、でしんちゃんは酒井って来るけど、うんうん、どうだ俺でもやこんな能力でも役に立つってもんだろうって言って、そこは泣きポイントだ、ね、ああいい、うん、あでもいいわ、で酒井が灰になってのがこうエンディングロールあのスタッフの名前がこう流れてる横で四角で、酒井がだんだん灰になってくるそこまで映すそこまで描くんだあということで、アルコ&ピース DC ガレージ本日も最後までお付き合いください。アルコ&ピース DC ガレージ、アルコ&ピース DC ガレージ、この番組は明治アーモンドチョコレート他各社の提供でお送りします。明治株式会社明治宣伝部の大口です。明治アーモンドチョコレートは今年で60周年です。長く愛されている美味しさの秘密、それはカリッと香ばしいアーモンドとアーモンドチョコレート専用に配合されたミルクチョコレート、これからもよろしくお願いします。 TBS ラジオ公演ストーリア2、チェロ佐藤春馬、バイオリン服部モネ、ピアノ藤田真央、世界が注目する若手トリオの演奏をお楽しみください。12月23日金曜日、東京オペラシティコンサートホール竹光メモリアルで開催。チケットは全席指定税込み5500円、詳しくはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 0570-00-3337 または TBS ラジオホームページのイベント情報まで。アルコ&ピース DC ガレージ、アルコ&ピースの酒井健太です。楽ゆきですしんちゃんが広がりすぎてもう、そうだね、もういやあるよ、だから俺が意外とちゃんと面白芸人みたいな何人かいて、酒井は花を鳴らす、うん、で変なガニ股で歩く変なやつとか、うん、なんかウインクしてくる変なやつとか、うんうん、いろんな4つの変な超能力者の能力を俺が最終的にそれ全員飲み込まされて、ヒロシの活躍によってなんか鏡かなんかで俺はそいつらの能力を全部、俺はラスボスでその能力を飲み込ませられてヒロシに、で俺は最高あんなかっこよかったのになんか変な動きしてカカカカカってユニークな動きで止めてくれバグが起こるわけだ。そう。で、最後、俺を倒されそうになるんで、もう一人の、映画のオリジナルキャラが俺を倒そうとするんだけど、うん、しんちゃんが、待てって止めて、許してくれる、うん、許してくれる感じので、夕日バックで、エンディングロール流れて、うん、見るな、で、その横で酒井がどんどん灰になっていく。どんどん灰になるとこ描くんだよ。諦めきれねえのかよ、そのシーン。
だよ。で最後その灰をみんながなら眺めて、風がふわーってその灰を運んで、そうで、その灰が最後手巻き寿司みたいな形になって飛べ飛べだ、飛べ飛べだ、飛べだ無理やんだって、いや無理やりタイトルつけたでしょってなるよ。灰が手巻き寿司の形になっては無理よ。やりたいな、うん、確かにね、いつかやりたいですね、本当に、うん、いやなんかこの間先月の末ぐらい結構忙しい、はい、3日間ぐらい僕あって、うんうんうん、なんかテレ東の特番で、うん、まあ、とにかく歩くみたいな2日間なんか入ってたね、はい、入ってた、入ってた、そうなんですよ、東北方面の沿線を、うん、電車の沿線を、まあ、とにかく歩く、うん、テレ東のあのシリーズでしょ、あのシリーズ、うんうんうん、で行ったら、はい、前乗りして行ってたんですけど、うんうんうん、でとあるとこから行くんですけど、出発するんですけど、うん、あの福澤明さんも一緒に、はいはいはい、ジャストミートの福澤さんも一緒にいて、うんうん、ディレクターさんかな、演出の人かな、うん、がいやーちょっとそこに頑張ってねとかって、うん、結構タフだと思うけど、うん、とかって、うん、頑張ります、ありがとうございます、呼んでいただいてみたいなこと言ってて、うん、いや実は俺さっつって、うん、平賀の同級生なんだよっていうところから始まって、そうそうそう。はいはい。ノブちゃんだ。ノブちゃんかな、うん。ちょっとかっこいい感じのさ。そうそう。うん。キリッとした感じの。うん、そう。で、ひらこも、なんかこのし、こういう仕事一回やったことあってみたいな話で。一回行ったの。うん。そうそうそう。うん。っていう話して、うん、そうなんすか、うん、みたいな。え、ひらこさんって、うん、昔どうだったんすかって。中学校の時の同級生だからね。うん。うん、なんか、あの、変わってないって言ってた、その人。やっぱ。え？うん。平子さんのやっぱ、うん、この感じ、いや、うん、いや、中学、あいつドイツ軍だぜ。いや、あれドイツ軍みたいな感じでは言ってなかった。じゃ あいつがね、あいつがね、ノブちゃんが、ノブちゃんがドイツ軍なの。もう吐くほどの漫画に出てくるみたいなドイツ軍。でもかっこいいのよ、背高くて、背高くて細くて、モテそうな感じだった。サッカー部のキャプテン、で頭いいのよ、うん、でやんちゃなのよ。あれやんちゃなんだ、やんちゃなのよ、あの感じで、あそう、許せねえだろ、許せねえね、だからもう ああいうのがあの周りに 5,6 人いて、うん、だから F4 みたいな感じで、そいつらがもう廊下歩きゃまあ、うん、女子生徒がキャーキャーは、いやで年上からの女子からもモテて、もう一番いいじゃん、はあ、で俺それを泥みたいな顔して教室の端っこの隅からじっとーって睨みつけて、え、 F4 の中の一人ではなかったんですか、俺はその上のその上のやつじっとーっと見ない俺ね、中1の時に、まあ、小学校バラバラなのよ、うん、で4つぐらいの小学校から1つに集まってくる、うんよ、でもやっぱりもう中1の段階でその目立つグループでできるから、うん、目立つやつがもう集まって、うん、もうなんとなく空気感で君臨するじゃんそいつら、うんうん、俺ね、のぶちゃんがそこにいたかどうか分かんないけど、うん、その人らに気に入られようとして、うん、前喋ったかな、うん、なんかセックスとかやけに多用するキャラを一日だけやったことがいやわかるでしょ、わかるわかる。わかるでしょ、ハマりに行こうっていう感じのね。そう。そこにいた方がモテるし、目立つし、うんうん。で、変わってないって言われるわけだ。やべえ。じゃあやべえじゃん。やばいな。で、その、ノブちゃんを指揮官に、うんうん、はい、そうだね、うん。とにかく2日間なんですよ。はい。わかる。あ、それも平子さんも経験してるんでしょ？僕もめちゃくちゃ歩きました。とにかくひたすら歩く。もう、うん、天気も天気だったりとか。はい、まあ、これは本編見てほしいんですけど。はいはいはい、はい。とにかく大変なロケ。やらせだと思ってる人多分いるよね。これね、本当にマジで見てほしいです。今回マジやらせ本当一切、もちろん全部ないけど。俺も途中で、実はあれ乗っけてもらってんじゃねえかとか、実はどっかで大休憩をして、とか、うんうんうん、めっちゃくないね。すごい。あれ、スタッフさんももうさ、うん、やりすぎてマジでバカになってるよ、うん、あれ、うん。カメラマンさんとか音声さんとかさ、はいね、あんな重い荷物持ってさ。
俺らやもぐらい一緒に歩くのよ、だって。ナイキのスポンサー入ってんのかなみたいな格好してるでしょ、みんな。ほんとほんと、タイツになんかみたいなさ、歩きやすい格好して。そう。やりすぎてバカになったよ、あれ。もうほんと、クルーたちが。すんげえタフなんだもん。うん。で、まあ、一応、その最後の目的地の方に行って、はい、うん、ちょっとエンディングみたいのを撮ってて、はい、うん、なんか座敷みたいなところに座って、なんかちょっと飲みながらみたいな感じだったんですよ。うんうんうん、パッて足の裏見たら、真っ赤っかに白い靴下がもう真っ赤になってて。怖い。血だらけになってて、俺。いやー。やべ、まあそうだよね。そんだけの距離だもんね。ほんとすごい。で、ちょっと、あ、やばいと思いながら、うんうんうん、やばいと思いながらよ。うんうん、ちょっとだけよ、うん。こんな頑張ったかし、誰か気づいてくんねえかなって。だそれ、うん、普通演者は血が出たら隠すもんだからね、うん、だから普通あぐらかいて隠したりするけど、うんうんうん、足ブラーンってテーブルの下誰か見てくんねえかなと思って、あれ坂井さん大丈夫、血出てるってタフなクルーたちが聞いた、うわやばいやばいやばい、いいいい大丈夫大丈夫みんなこれ皆さんの方が大変だからいいいいの大声でいいうるせえな見せんなよじゃあ靴下変えてもらってなんだかんだ知っててさ、いやとにかく大変だったんだけど、もう帰りの新幹線も終電だったんですけど、あ大変、もうね本当に寝るようにもう一切覚えてないぐらい、うんうんうん、もう目つぶって気づいたら東京みたいな、うんうん、はい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 、はい、で降りてくださいって言われるぐらいのところまで寝てて、はいはいね、絶対そうだそれは、あやばいやばいと思って荷物こうやって持って、うん、いろんなの持って、うん、ホームまで出て、うん、あヤバタに電話しないとと思って、うん、電話しようと思ってすポケットとかいろんなとこ見たら携帯ないのよ、うわ最悪やべーと思って、うわ最悪で、駅員さん、すいません。多分、携帯なかなと思うんですけど、いいですかって言って。あ、本当ですか、うん、ちょっとこれ、上野駅まで行くんですけど、ちょっとだけじゃあ、探してみますか、はい、って言って、みんなで探しても、はい。見当たらないんですよ。うわー、最悪。最悪だ、と思って。もう、これもう諦めるしかないと。で、新幹線もう、何にもできずに見て、ダメだわ、と思って。で、家帰って、はい、矢端に、いや、スマホなくちゃった、つって、うん、連絡できなくてごめん、つって、うん。え、マジで大丈夫、うん、つって。うん、あの iPhone を探すみたいなアプリ、はいはい、で見たら、はい、上野駅にあるんですよ、あれ、うん、あ一応上野駅にあってことはあの新幹線の中にきっとあるはずだって、誰かが多分車内清掃してくれて、うんうん、見つけてどっかに届けるみたいなことはもしかしたらありえるかもしれないから、でもその日はもう諦めて寝て、はい、次の日朝また早くて、うん、神奈川の端っこまで行って、うんうん、滝浴びるっていうロケだったのもうこれタフすぎんの俺、ポップアップね、ポップアップの、うんうん、でその日もそわ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 しながらさ、うん、で小畑くんマネージャーが来てくれたから、はい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 、で小畑くんと矢畑は連絡取り合えるのよ、うん、なるほど、で連絡取っててくれて、うんうんうん、ロケ中とかも、うん、したらスマホが移動してると、おお、その新幹線が止まってあるところよりも、うんうん、より上野駅に近いところに、うん、構内、おそらく構内にこのスマホがあるって表示されてる、はいはい、ってことはこれ忘れ物センターにきっとあるはずだと思って、うん、そうね、うん、その思い、いろんなこと思いながら、スペイン戦勝てももちろん思いながらなんだけど、滝浴びて寒いな、落ち着かねえ な、しかも俺が滝浴びる前にさ、うん、なんか多分面白動画撮りに来たホストのなんか練習5分くらい変な髪の毛染めてるやつとかがさ、なんか商売繁盛みたいなことやりながらさ、イエーイとかやってるの横目にさ、俺スマホどうなってんだろうとか思いながらもうパニックわけわかんなくなってんの俺あで滝浴び浴びてスタジオ戻って、で俺その前にも滝浴びて、うん、終わったと思ったら俺変な無茶ぶりしちゃって2回目浴びることになるあの後ツイッターに滝行舐めるなって滝行ガチ勢からのお叱りが正義から正義の民からいや俺はでも平子さんが酒井さんに2回あの店に行ったおかげで、うん、日本は2点取れましたさまざまなさまざまな反応がで、まあスタジオ戻って車でまたもうね、その車中もさ、うん、神奈川からお台場のスタジオまでなんて1時間ぐらいかかるわけじゃん、何にもできないわけですよ。うんうんうん、そっか。普段だったらここでなんか調べてとか、思うんだけど、あ、そうだ、ないわ、とかって思ったりしてて、うんうん、
で、スタジオ終わって、うん、一応大畑君に、うん、まだ上野の構内にあるって聞いて、うん、あるっていうか、うん、じゃあ一回上野の忘れ物センター電話してみようと思って、はいはい、で電話したら、うん、昨日の終電の東北新幹線の中でスマホを落としましたって、はいはい、どんな特徴ですか、うん、って言うから、うん、あの画面は赤ちゃんの画面なんですって言って、うん、で中のカードに、うん、あのスイカと、はい、俺あのアピールちゃんの今年のロケではあの、うん、ゴールドジム通ってた時期があって、はい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 、そのカード俺なんかお守りじゃないけど、うん、ずっとなんか中に入れてんのよ。お守り、ゴールドジムのカードなんかずっと入れてるから、うんうんうん、そのまま良かったと思ったの俺、うんうん、特徴だったし、ねうん、マジで、うん、フェデラーじゃなくてよかった。ちょっとだ。あ、そっか変えたのか。オフのフェデラー、ね、いやそれこそが特徴じゃん。赤ちゃんなんて分かんないんだもん、うんうん、オフのフェデラーの待ち受けで一発それだって一発だったよ。正気じゃねえよなって思われるよ。後でザーザーするよ JR が。その特徴言ったらあったのよ、うん、よかったと思って、はいはいはい、そのまんまの足で、うん、上の向かってしんどいな、うん、なんとか手に入って、うん、あよかったと思って、うん、でその日もう携帯持ったまんま、スマホ持ったまんま、うん、またまだ仕事があって、はい、そのあと間とのラジオが一回挟んでもいいんだけど、せっかくもう携帯見つかったのに、あ落ち着くわと思って、忙しいこの日々の中で間のラジオやっぱ AT3 落ち着くわとぬるま湯入ったような感じになって、でその後もうこの日行けなかったら、はい、もう年始になっちゃう。っていう最後のフットサルがあったのいつも、あでそのフットサルは行っとこうと思って、うん、もうめちゃくちゃ疲れてるけど、うんうんうん、足だってズルズルじゃん、ズルズルだけど、うん、それでもこのワールドカップ期間の熱がね、サッカー経験者ってもう何でもやるから、はい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 、でちょっと遅れて間のラジオ終わってちょっと遅れていったらもうみんな揃っててワイワイやってて、うんうん、それもちょっと足痛いけど参加してめちゃめちゃ楽しくて、うんうんうん、でちょっとあれだけど岩井くんも来ててさ、ああ、やっぱ岩井くんだなと思ったのは、うん、ワールドカップ一試合も見てねって言ってた。かっこいいわね、やっぱ岩井くん、ずっと岩井くんだわ。来んなよじゃあ。フットサルすんなって。で終わって前回、うん、あのフットサルの時に終わった後小地春のタオルが落ちてて誰のか、はいはい、所在が分かんなかったっていう話だったじゃないですか。うんうんうん、で終わってみんなで着替えてる時に、うん、TBS のスタッフさんが誰かが、うん、あ、小木さんこれ忘れ物ですっつって、こちらのことを小木さんだったかやっぱ小木さんだろよかったと思って、お前ラジオでこれ話しただろうって小木さんに。くったくたになりながらもう頭むちゃくちゃになりながらさ家帰って、うん、エレベーター乗ったんですよ、はい、まあ、ちょっと若干余談なんですけど、これ、うんうんうん、じゃあね、うちのマンションの俺と同じフロアに住んでる隣の隣の部屋に住んでる人がインド人の方なんですよ、うんうん、いつもビシッとスーツ着ていつも出勤してるのたまに見たりしてて、あ、インド人の方も住んでるんだと思ってて、たまに帰るときものすごいカレーの匂いしてるんですよ、はい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 、それがもう市販のカレーじゃなくて、うん、クミンとか、あ、もうスパイスの、もうめちゃくちゃスパイスの匂いしてて、うんうん、わあ、あの人たちの本場のカレーなんだと思って、うんうん、ね、食べたいねとかヤバタンとかと喋ってた時あって、うんうんうん、で、くったくたにカレーになりながらエレベーター乗った時に、たまたまそのインド人の方が一緒に乗ったの、うんうん、あ、ちょっと喋ってみようかなと思って、うん、こんにちはとかって言って、うん、いつもカレー、美味しそうなカレーのいい匂いしますよねって言った、うん、こっちパッて見て、うんえ、で、ねってどういうこと、うん、え、いつも美味しそうなカレー、うん、ね、作ってらっしゃいますよね、うん、ってもう一回聞きなさい、うん、私じゃないです。ね、美味しそうなカレー僕もすると思ってたんです。私じゃないです。真ん中。そ誰真ん中。真ん中の人。真ん中の。めっちゃフェイントだよ。めっちゃフェイントだった。お前じゃないかい。余談だな。曲いきます。フリージアンで。ウィンターランド。そして今夜は世界中が夢の中へ。
光の刺す場所へ連れてって聞きいただいたのはフリージアンでウィンターランドでした。はい、ここで番組からのお知らせでございます。新年一発目の放送で正月らしくスゴロクっぽいことをやろうと思っています。なのでメールを募集したいのですが、説明すると長くなりますので、うん、詳しくは番組のホームページの方をご覧ください、はい、ここも一緒だな、うん、でここから怒涛の年末進行になりますので、メールの締め切りは12月25日日曜日、中にお送りくださいと、はい、お願いします、うん、あんま無理しない程度、全然、ね、暇なら送ってくださいぐらいのもので、うん、そうですね、すごく今年もやりますよ、この時期になったんだ ね、 ね、はいはい、メールをいただいております。ラジオネーム新しい人。平子さんは先週の放送で酒井さんに対して、うん、俺はきっかけがあったから教習所通い始めたんだけどねと言っていましたが、うん、当時平子さんが免許を取ることになったのはワイルドスピードを映画館で見て興奮して教習所に申し込んだとおっしゃっておりましたよって酒井さんも何かしら興奮する映画を見ることによって教習所に行くきっかけができると予想されます。こちらについてお考えお聞かせ願いますでしょうか。おお、うん、アイスブレイクの時か。アイスブレイクだっけの前かな、前か、一個前じゃないかな。アイスブレイク見て教習所行こうってあんま思わないよね。教習所から一番遠いやつだもんな。まあね。そっか、きっかけか。そうだね。あ、うん、ほんとそうだ。でも情けないなと思ってほしいのは、子供生まれといて、なんかきっかけ欲しいとか言ってんじゃないの。一番のきっかけだったし。もう、もう言われてんじゃん、それ。いやーマジで行かないと、本当ね、本当に行かないと。俺はもう38で行ってるからね。うん、あなたもそれ超えてるでしょ。39ですから ね、 ね。あっちにないっけ、でもなんかそっちの湾岸方面に、ね、ないんですね。ないのか、多分、多分ない。それでもチャンスの時間とかでオファー来んの待ってる。面白教習所あるかな。チャンスの時間で面白そうだけど。結構長引きそうだな、それ。長いよ。でもね、モチベーション持っとかないとね、しんどいわ、まあね。この車に決めたとか、この車を買うんだ、この映画みたいにとか。なるほどね。うん。なるほど。メール読みます。新潟県ラジオネーム、三中三高。酒井さんが免許を取ったら乗る車の件ですが、うんうん、あ、いい。アメリカのパトカーはどうでしょう。なんでだよ。日本のパトカーは出回りませんが、アメリカのパトカーは中古販売されるらしいので、輸入してしっかり整備すれば日本の公道でも走れるみたいです。個人的な意見ですが、酒井さんにアメパトとてもお似合いだと思います。アメパトって言うな。ああ、これはでもあるよ。ないよ。いや、マジで。いや、マジでないですって。パト。いや、パトって言うなよ。アメリカのパトカー。
え、じゃあ塗装はしてもいいんですか？パトのまんま？いや、パトはパトじゃない？だから上のあのさ、うんうん、回転灯とか取ってもいいけど、パトはパトのまんまの方がいいんじゃない？いや、やばいだろ、そんなやつ。後部座席よ。だってガチガチになってるわけだよ。いや、ガチガチだよ。犯人とかいたりして。もちろん、もちろん。そん中で俺子供とか乗せんの？やだよ、俺、そんなの。ニューヨーク市警のパトで、うん、ジョーカーの格好して、箱の上でも。かっこいいけどな。ムーちゃんも、ムーちゃんもムーちゃんなりのジョーカーにして。かわいいな。それかわいいな。いいんじゃないかね。やだよ、俺。4区でもいいけどね。ニューヨークとかで、アメリカのあのパト、あの4区の真っ黒なやつで。めっちゃかっこいいやつあるね。レクサスの4区で上に回転灯乗せるやつ。はいはい、いや、回転灯いらねえな。レクサスの4区欲しいな、そしたら。回転灯いらねえわ。そっかー。いや、フォードとかのね、ああいうのかっこいいよね。そうそうそう。めっちゃごっついやつ。うん、ごっついやつで。めちゃめちゃいいな。うん、だけどさ、女さ、ひらりひらりとさ、うん、避けてるような雰囲気出すけどさ、えもうずっと俺にバギー書いてたのニューアメパトですげえ羨ましいわ。バギーとかトゥクトゥクは俺ですよ。トゥクトゥクは俺ですよ。そっか、トゥクトゥクは俺ですよじゃないんだ。全部帰ってくる俺だから。そういうことだ。全部子供も生まれて車もそうだし、俺にしたこと全部俺が苦しみながら経験してさわだち、そのわだちをさ、そのやっぱ苦しみのわだちだから。コーナーオフロードですよ。わだち残ってるもんな、まだ。アルコンピース DC ガレージ。明治アーモンドチョコレートは今年で60周年。新たな気持ちでお客様に変わらぬ美味しさをお届けしてまいります。カリッと香ばしいアーモンドとアーモンドチョコレート専用に配合されたミルクチョコレート。明治のこだわりの詰まった一粒、ぜひお試しください。ザ・ビートルズを愛してやまないミュージシャンたちによる年に一度のトリビュートライブ、ディア・ビートルズ2023。出演、杉正道、坂崎幸之助、リッキー、上田正俊、清水仁志、伊豆田博之、小泉信彦。 TBS ラジオ主催で3月12日日曜日午後5時から。会場は昭和女子大学瞳記念講堂。チケットは全席指定7000円、各プレイガイドで絶賛販売中。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報をご覧ください。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。さあ、それでは明治とのコラボコーナーに参りましょう。直火ローストのコーナー。今年で誕生60年の明治アーモンドチョコレートは独自の直火ローストで香ばしい。この番組のリスナーも独自に香ばしいを集めている香ばしマニアでございます。ということで、こちらのコーナーでは明治アーモンドチョコレートを食べる前に聞くと香ばしさが倍増する何かを香ばしマニアリスナーから送ってもらっています、はい、では参りましょう。滋賀県、春はあけぼの僕はのけもの。俺の作るまかない全部メニューに入るから、もう仕事してんのと一緒。そうね。まあ、うめえんだろうね。なんかいけすかないやつが料理すんげえうまいやついるからね。こういうこと言うやつやだわ。本当やだ。ラジオネーム、こうちゃん。はーい、今からディベートモード入りまーす。首鳴らしてるわ。首鳴らしてる。いやねえ、その一言。今いそうだな。ディベート好きでしょ、多分みんな、ね。見るのも好きだし。ディベート、論破。論破。ねえ。いるわ。論破ってダサいよ、もう。
ダサいよ。ベート好きだろうな。今いるな。これ言うやつ絶対いるわ。続きまして、長野県ラジオネーム赤羽ザウルス。俺が住んでるところ、ひまわり自生地の北限地帯らしい。まあまあすげえな。すげえ。ちょっと興味あるわ。まあ、どこどの辺ここまでしかみたいな、ね、ギリギリのところ。こっから北行くともうひまわりは咲かないっていうとこね。かわいいな、興奮気味に。いいな。さっき聞いたやつ。意外となのかな。続きまして、ラジオネームリチャードクレイジーマン。わしのトナカイ、土佐犬より筋肉あるけど写真撮る？サンタだ。サンタ。香ばしサンタだ。香ばしサンタ。トナカイってでもいかついよね。いかついいかつい。ね。実物めちゃくちゃいかつい。すごいよね。続きまして。長野県ラジオネームブランコ。今度朝の和尚のお経中にみんなで何回も咳払いしようぜ。なんでそんなことしなきゃいけないんだ。やれねえ抵抗ならすんなよ。これがマックスなら。ちょっと振り返って嫌な顔されて終わりだよ。続きまして、板橋区ラジオネーム殿下の冒頭。ドッグランってマジでつまんねえわ。犬いきりだ。面白いだろ、キャンキャン言うだろ、お前ら。すんげえ走るじゃん。ネションしながら走り回るじゃん。神戸市ラジオネーム、みちょゴリラ。ひどくね？俺の飼い主、ポストに、猛犬注意のステッカー貼ったわん。いや、俺、猛犬っすか？嬉しそう。嬉しいんだろうな。猛犬じゃないっすけどね。かわいいな。犬まで来たよ、とうとう。続きまして、北海道ラジオネーム完売テイスト。確実に聞こえているのに、すいません、よく聞き取れませんでしたって言うよ私。シリ。あ、シリか。外国っぽいですよ。なんなんそれ。確実に聞こえているのに、すみません、よく聞き取れませんでしたって言うよ私。最後人間っぽい。面白いな。イキリシリ。用途なんだけどね、シリは。長野県ラジオネームブランコ。俺今度和尚がいない間に和尚の水飴全部舐めるから動画回しといて。なんでだよ。かぶることあんの？水飴、坊主の水飴舐めちゃダメなんだよね。和尚の。和尚の水飴舐めたらダメなんだよ。絶対ダメ。坊主で挟むなよ、シリを。なんだよ、これ。おかしくなるということで、今週は以上です。引き続き明治アーモンドチョコレートを食べる前に言うと香ばしさが倍増する何かを送ってください。受付メールアドレス全て小文字で dcg@tbs.co.jp です。メールの件名に直火と書いて送ってください。そしてこのコーナーにメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に明治ナッツチョコシリーズ5種詰め合わせセットをプレゼントします。アーモンド、マカダミア、カオルカカオ、ヘーゼルナッツ、ピスタチオの5種です。欲しい方は住所と本名をお忘れなく。ということで、香ばしい直火ローストメールお待ちしております。あー
ーもんどうしよう。何があったの？実はそのほらほら。それはなかなか香ばしい話だね。カリッと香ばしい明治アーモンドチョコレートを食べて忘れちゃいな。さすが、60周年のアーモンドチョコレート、よし頑張ろう。第二次世界大戦直前、上海のバラと呼ばれた実在の日本人ダンサーマヌエラの愛と激動の半生を音楽、ダンス、芝居で描く注目の舞台、パルコプロデュース2023マヌエラ。出演、玉木亮、渡辺大、パックン、宮崎修斗、宮川博士ほか、 TBS ラジオ公演で1月15日から池袋東京建物ブリリアホールで上演。チケット好評販売中。お問い合わせは 03-3477-5858 パルコステージまで。アルコ&ピース DC ガレージ。この番組は明治アーモンドチョコレート他各社の提供でお送りしました。港区赤坂の TBS からあなたに届ける、そうあなたに、アルコ&ピース DC ガレージ。さあということで、アルコ&ピース DC ガレージ、あっという間ですがそろそろ別れの時間でございます。はい、はい、ね、うん、クリスマス、クリスマスか、なんかまもなくでございます。平子さんの参考にするかじゃあちょっとね。そうね、うん、やっぱ確かに何でもそうだけど、わだちがあるのはやっぱりね、いい部分でもあるから、ね、あとはマジで本当に一回俺ももうやめるわ、その雨パトーとかいうのやめるから、はいはい、本当に欲しい車探しといて。ああ、マジでね、うん、はい、マジ車、マジ車ね、マジ車もこれ大変ですね。何個か禁止にしていい？ぽいやつ、似合いすぎるやつ何個か禁止にして。例えば何すか？ねー、ミニとか。ああ、ちょっと行きそうじゃないですか。ミニね、いいのよ。いいっすね。ちょっとね、似合ミニ、似合いすぎ、うん。あと、うん、プリウスも禁止。いや、プリウスが大本命なんだけどな、俺。プリウス大本命なんだよ。消すなよ、プリウス。封じます。いや、コロンとしたやつを封じます。車高の低いやつ。車高さん？車高さん。GTR とかどうすか？いや、一人ならいいけど、家族でさ。いや、別にそんな、すっ飛ばす必要ないじゃん。GTR で、ほんとトロトロ走ってもらえる。まあでも、GTR、ね、日産車 ?GTR って確かに。そうだよね。国産車の方がいいかなとは思うんですけど。GTR か。いや、いいと思うよ、意外と。一回見てみます。GTR を。一回もう、見て。うん。うん。ちゃんと話聞いて。で、改造のポイントとか。改造したくない、別に。なんか、走り屋みたいになりたくはないの。最初からの、やっちゃえ日産ですよね。やっちゃえ日産根性で、うん、やっちゃえ GTR、ま、最初から改造してあるやつを中古で買うっていうのもありだし、ね、嫌だって、そんな走り屋みたいな、中に骨組みみたいな、骨ついてるやつでしょ、骨組みみたいな、バッテンとかの嫌だって。で、後部座席全部取っ払って、もーちゃんどうすんだよその場合。さあ、 TBS ラジオでお聞きの方、この後1時から爆笑問題カーボーイでございます。はい、ここまでのお相手、アルコ&ピースの酒井健太と平子由紀でした。今日の開運シェアポイント、明日の運気を上げたいあなた、今日の開運シェアポイントは、二軒隣のインド人がそうじゃないってことは、うちの隣にはゴスペラーズのあいつが住んでいます。ラジコナフリあそこだけじゃないから言ってカレーいつも作ってるよね。12月22日のメガネビーキはハッピーホリーナイト。時代はもうメリクリじゃなくてハッピーホリデイズなんです。だからハッピーホリなんです。ハッピーホリな上にハッピーホリで、ひょっとしたらハッピーホリかも、でもしかするとハッピーホリだったりの可能性も。ということで12月22日木曜深夜1時、お楽しみに。TBS ラジオ905 954
90.5MHz TBS ラジオ。ワッチ。スマホで誰でも簡単にライブ配信。みんなのライブ配信は。ワッチ。ふわっちが一時をお知らせします。Imagino o primeiro encontro, o princípio de um belo conto. Saber o futuro, impossível. Só que o amor é invencível. Casaram com simplicidade. Primeira safra, uma fatalidade. Começaram de novo do nada. Cabeça erguida pela longa estrada. Esperança e fé na crença. Esperança vencer a sentença. Esperança Maria em versos. Seguiram um sonho. Pois quem planta um dia desfruta. Espíritos, preces e mistério. Honra a muralha do seu império. Anos de suor, sacrifício. Nunca incorretos, nunca um vício.